イメージチェンジするならどうなりたいですか。イメージってでもイメージって僕のイメージってどんなイメージか分かんないですね。せーくしー。確かに。たまにエロいイメージもありますね。まだせーのは言ってないぞ。はい、基本は純粋なあのイメージがベースで、その上にたまにあみたいな、あディライトってこのポイントしてたみたいな感じですよね。はい、エロいイメージとやっぱりド S。 あー、ド S か。おいでおいで、思い切り牛しちゃうから。そうですね、だからイメージをチェンジするなら、あー、どんなイメージがいいんですかね。やっぱり、あ、今ちょっとそうですね、すごいエロいとかドウエスとか、正直に僕全然合ってないんですけど、うん、今はセクシーだぞ。すごい、そういう、そんな言われたら、いや、この人生どうすればいいですかみたいなになるんですけど、やっぱりそう言われる人生を生きてるんで、チェンジするならやっぱり真逆の、うん、何も知らないファンの皆さんしか知らない、音楽しか知らないの人生をちょっと生きてみたいですね。今はもう音楽じゃなくて他の何かも結構してるんで。せーまか、それでたまにはこの世の中は結構知りたくないやつはあるんですけど、しょうがないですよね。自然に分けちゃいますよね。誰が教えてくれないんですけど、なんか自然に分けちゃいますよね。それが多分この世の流れだと思いますよ。だからチェンジするなら、本当の、本当に赤ちゃんみたいに、はい、音楽、皆さん、3番でいいか、両親両親3番でいいかな。4位か、うん、あ、メンバー3人あと1人はまだ入ってないです、ここに。セクシーすぎて俺ヤバいと感じるのはどんな時で、今ですよ。あ、照明が。絶対照明が先の照明になると思ってやったんですけど、めちゃくちゃ明るくてすみません。スタッフの方とチームワークがちょっと悪かったです。감사합니다.